ハローハローハロー、皆さんこんにちは。ティンカスチャンネルへようこそ。 Welcome back to my channel。 皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。はじめましての方、私ティンカーと申します。ティンカーというのは考える人という意味になります。でティンカースチャンネルという形でやっていますけれども、今回お話ししたい内容なんですけれども、ですね、シリーズでお伝えしてきているアメリカ人女性、アメリカ人サイキック預言者のジョセフ・ティテルさんという方、皆さん知っておりますでしょうか。まあ、知ってる方いらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、その方がね、毎週動画で予言をしてたりするんですけれども、まだね、去年の予言のご紹介をしきれていないので、今回106話、私のブログで106話目にお伝えしている、まあ、世界中に潜伏する闇と題した回をお伝えしております。ジョセフ・ティテルさんの動画は2023年11月8日に配信された出来事をサイキック予言、経済崩壊&世界が立ち上がるというタイトルでジョセフさんが配信された回の内容を、私のブログ世界中に潜伏する闇という回で106話でお伝えをしております。でブログですと結構長い内容なので、動画ではですね、数回に分けてお伝えしてきております。で今回は実は最終話になっております。106話の最終話になっております。それではね、早速本題に入っていく前に、ティンカースチャンネルの番組の趣旨のご説明だけまずさせていただきたく思います。どうぞ。ティンカースチャンネルの番組の趣旨についてご説明させていただきます。ティンカースチャンネルでは皆さんに考えていただくきっかけとなる情報を提供しております。海外からの情報だったり、日本ではあまり報道されていないことだったり、スピリチュアルなことだったりをお届けして、皆さんがそれについて情報精査を個々でしていただいたり、考えていただくきっかけになればと思っております。ですのでティンカースチャンネルでは、これが正しいんだよというように皆さんに答えというのを提示しているわけではございません。答えは提供しておりませんので、何事もご自身で疑っていただき、いい意味で疑っていただき、情報精査をご自身でしていただく、自分なりに考えて答えというのを模索していただきたいというふうに思っております。この考えるプロセスというものこそ、自分軸をしっかり持つことにつながっていくことだと私は信じております。皆さんの考え、直感というのは宝物だというふうに思っております。自分の直感を磨いて、お互いに成長していけたらいいなということで始めた番組になっておりますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。ずらずらーっと話してきたわけですけれども、106話に関しては概要欄の方に、その1からその4までかな、今回が4番目なので、その1、その2、その3は、リンクを概要欄に貼っておきますので、まだこのシリーズ全然見れてないよという方は遡っていただいてもいいですし、今回見ていただくだけでも単発的な完結版に、完結版というか単発的な予言になりますので、世界の動向をね、考察していく上で役立てるように、皆さんインスピレーションをたくさんもらっていただければなと思います。はい、そうしましたら今回の内容、2023年11月8日に配信されていたジョセフさんの予言なんですけれども、まずはじめ、街中で大きなドッカン、ドッカンというのは隠語でね、爆の発ということを私は表現させていただいております。で結構隠語を私使うので、ブログでは脚注で意味合いなどをね、ヒントを書いたりとかしております。なので小さくね、1、2とかわからない用語にリンクが貼ってあったら、そこをプチッと押してクリックしていただくと、一番下の脚注に飛んで意味がわかるようにブログではなっておりますので、ぜひともブログで確認していただければなと思います。私のね、にゃんちゃん、ボビーちゃんって言うんですけど、ニャンニャンしてるんですよね今日。ということで、街中でドッカン、大きなドッカンが起こるっ
という予言をジョセフさんしていらっしゃいます。ジョセフさんおっしゃってたのはベルの 3,4 階ぐらいの高さがある土管が見えます。結構大きいですよね。ビルのガラスが吹き飛んでいました。これは街です。この過激なグループと関係しているかは分かりませんが、一度自分の見たビジョンを考察しなければならないというふうに、自分でも詳細というのはまだこの時分かっていないということをジョセフさんお話ししていらっしゃいました。で、ジョセフさんがちょっと踏んでいるのは、その中の東エリアにいる過激なグループと関係しているのかもしれない、まだ分からないというところでした。で、続けてジョセフさんおっしゃっていたのは、ハイアットホテルが頭によぎっています。過去に起きたことのようでしたので、検索してみたところ、そのよぎってきたそのハイアットホテルの件が、どうやら過去に起きたことをこう見てるんじゃないかっていう気がしたので、検索をインターネットでしてみたところ、2005年にそのような事件があったことが分かったそうです。で、3つのホテルがアタックされて、1つはハイアットホテルでした。で、同じ七波動の年だったらしいんですね、2005年は。で、同じようなことが繰り返される可能性はありますと言ってたんですけども、実際2023年年内は起こりませんでしたよね。ですがジョセフさんの予言というのは、そのダイレクトにいつ起こるというのを的確に的中することが難しいみたいなんですね。ですがビジョンを見るということは、それがどっかの次元の世界では起こるというふうに提示されていることを見ているっぽいので、起こるここの今の現実で起こる確率というのがすごく高いようですので、今後もね、世界の動向をちょっと観察する上で、もしこういう気配がしたら、あ、この予言あったなっていうことを思い出していただきたいんですけども、パリも独感が起きる可能性。パリでカオス的なことが起こるということは以前からちょくちょく予言をしていらっしゃるんですね。で、ジョセフさんの予言っていうのは 2,3 年以内に叶う確率が高いというふうにご自身はおっしゃっていらいますので、そういう傾向にあるとは思うんですけれども、ただジョセフさんおっしゃるには、パリと UK のどこかはアタックが起きる可能性がありますと、この11月8日の日にもおっしゃっておりました。で、ちなみにエッフェル塔がアタックされるという過去の予言、今画面に載っておりますけれども、この回でお話をしておりましたので、この回のブログリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひとも見てみてください。ニューオーリンズも脳裏に。ニューオーリンズ州も脳裏に浮かんできたということなんですね。で、今まであんまりジョセフさんの予言にニューオーリンズっていうのは私が追ってきた期間中ではないんですけれども、ジョセフさんはこの時このタイミングでなぜニューオーリンズが脳裏に浮かぶのかは分かりません。11月ぐらいですよね。もしかすると潜伏しているグループがいるということなのかもしれません。さっきからね、中の東の過激なグループのことを言っていらっしゃるので、そういった人たちがもしかしたらニューオーリンズにもいるのかもしれないと。で、それかもしくは何か大きなことが起きるのかもしれませんとおっしゃっておりました。ニューヨークも警戒態勢になっているビジョン。毎回のように予言されているのがアメリカのニューヨークのことなんですけれども、ジョセフさんがこの時おっしゃっていたのは、軍人が配備されてニューヨークシティに検問ポイントができたり、ポーランドトンネルというのがあるんですけれども、ポーランドトンネルが独管するビジョンだったり、2001年のようなピリピリしたビジョンを見ましたとおっしゃっておりました。なので街全体が物々しい雰囲気に包まれているビジョンをジョセフさんは見たということをシェアしていらっしゃいました。で、これがもちろんいつ起こるかというのははっきりとはわからないようなので、どんどん自分で考察してこうつなげていって、予測を立てたりとか、そういった観察する目を養っていただければなと思います。公共交通機関に注意。
実は過去にも公共交通機関に関する予言というのはしていますので、今画面に載っている蓋はでしておりました。で、例えば8月18日の予言まとめのお話ですと、8月の話なんですけれども、ジョセさんがおっしゃっていたのは地下鉄が危ないという予言がありました。まずで、ドイツなんじゃないかというふうにジョセさんは おっしゃってましたけど、実際にはちょっとわからないというふうにおっしゃってました。この時で2個の地下鉄の事件が見えますと当時8月に言っていて、1つはドッカンの攻撃です。2つ目は脱線事故、脱線により電車が突っかえてしまいます。人々は閉じ込められます。これがどこだかははっきり分かりませんが、お米の国と日本が先に頭に浮かびましたとおっしゃっておりました。この8月の時に予言していたそのビジョン、投資で見たビジョンは、もしかしたらお米の国と日本が先に頭に浮かんだということなんですね。そういうことが8月に予言されています。2023年の11月の予言でもこのようにおっしゃっておりました。これも複数の地下鉄を巻き込む恐怖ということで、地下鉄のシステムにおいて複数の不幸が起こってしまうと予言しています。ジョセフさんはこの時おっしゃっていたのは、地下鉄から煙がもこもこと出てきます。口を押さえたり洋服で、口を覆ったりしながら煙が立つ車内から出てくる乗客がいます。中には怪我をしている人もいました。事故を起こして火が上がったものなのか、何か別のことが起きてそうなったのか、どちらにせよ地下鉄利用者にとって地下鉄が恐怖になってしまうでしょうとこの時おっしゃっておりました。ナイトクラブや商業施設に注意。年末年始のことをおっしゃっていたんですけれども、人が集まる場所やイベントが多くなると思いますけれども、そういった商業施設やクラブとかそういったところには気をつけた方がいいですよとおっしゃってました。でショッピングセンターやナイトクラブに気をつけましょうとジョセフさんのスピリットはその時おっしゃってたんですけれども、実際ドッカンの事件なんですけども、ニューヨークでねドッカンが起こってしまったんですよ。でこれがそのクラブみたいなイベント、コンサートみたいな、こうクラブでコンサートするようなイベントの近くで、もう本当に入り口の近くで車がドッカンして一人亡くなられたというニュースがあるんですね、今出してますけれども。でなぜかこれはね FBI が調査している事件なので、何か大きな思惑があってのドッカンだったのかもしれないというのは、ジョセフさんもね、車がドッカンする予言というところでこのニュースをピックアップしてお知らせしたんですけども、今私この昔の11月8日の予言をこう聞いてると、このことを言ってた可能性もあるのかなと思いました。で今までその過激なグループによるドッカンという流れでお話をしているので、もしかしたらこのニューヨークのドッカンの事件、新年に起きたドッカンの事件ももしかしたら関わってるかもしれないということで FBI が動いてるのかもしれないですよね。各地でドッカンが起きやすい理由。ジョセフさんがその予言をしている各地、世界各地でドッカンの予言なんですけども、ジョセフさんが説明するには、中の東の戦が関係しているから増えてるんだよと言ってました。ジョセフさんのお言葉です。あの戦には3カ国以上が関係しています。お米の国、フランス、ドイツですが、長い間計画してきた戦です。なので潜伏している過激なグループは長い間潜伏していたのでしょう。そして実行に移すために移民として仲間を受け入れていたのでしょうと言ってました。なのでもう長いこと、何年も何年も前から着々と入ってきて準備をして普通の人として過ごして、スリーパーみたいなもんですよね。で何か時が来たら動くということをしてたんじゃないかとジョセフさんはスピリチュアルメッセージをしていらっしゃいました。
が本気で必要になる。各地でドッカンが起こったりとか、あとはニューヨークシティで軍が配備されるなど、物々しい予言が増えてきていますけれども、この11月8日時点で、でジョセフさんのスピリットは2020年1月からこのように呼びかけをしています。スピリット曰く、数週間から数ヶ月に及ぶお水と食料の確保をしておきましょう。ジョセフさんはスピリットのメッセージを受けて以来、備蓄が必要な状況になる予言というのは、2020年の1月からしてきています。お水に関係するいざこざが起きる。過去にも出てきている予言なんですけれども、このお水を入手することが困難になるという場合が出てくるかもしれないとジョセフさんは予言していらっしゃいます。ジョセフさんの言葉です。都市で水道システムのハッキング化、化学物質の混入化で供給が難しくなる事態になりそうです。これもすべて一連の事象とつながっています。備えあれば憂いなしです。水道水にフッ素が含まれていることが多いです。普通の浄水器では取り除けないと聞きますと、ジョセフさんは皆さんにシェアしていらっしゃいました。で、実はね、私某テレビの見てる時に、なんか 米軍基地のお水はちょっと他とは違うよという特集をねしているのを十何年前に見たんですよね。そのやってる時、今もやってるか分かんないんですけども、私がまだ全然若い時で、全然目覚めてない時です。で、その時に米軍基地の水道には白い粉がね、わさわさこう注がれてたんですよ。で、それは何かというと、フッ素だよって軍人の人が答えていて、で、フッ素は虫歯などを防ぐから、そのお水を使うだけで、アメリカ人、そこに住むアメリカ人は全然虫歯が少ないんだよ、みたいなことをね、プロパガンダかわかんないですけども、放送してたんですよね。これ番組名言っていいのかな？ちょっと言わないで、ちょっとピーしときましょうか。って言ってるのをちょっと今思い出して、あの時にもう十何年前、私がもう本当に若い時なので、十何年前にそのフッ素をねじゃんじゃん入れているのが普通ということを、まだ私たちは知らない日本人が見て、ああそうなんだ、いいなフッ素ということで、あの後から歯磨き粉にフッ素が含まれているのが多くなった気がするんですよ。私が20代前半の時というのは、アメリカに行くと歯磨き粉にフッ素が入ってたりするんですね。ですが、日本に住んでいた時に、その20代前半ですね、帰ってきて歯磨き粉にフッ素がないっていうのが、え、フッ素ないのっていう逆のもういけない考えなんですけども、フッ素ないのっていうふうに思っちゃってたんですよ。なぜなら、こう歯に虫歯にいいっていうふうにその時は私は思っちゃっていたので、本当に。それで、で、その数年後に、日本でも、クリアクリーンかな、なんだっけな。なんか、どっかの会社がね、入れ始めたんですよ。フッ素配合みたいな。で、それでどんどん、今ではフッ素配合してないのを探すのが大変なぐらい入ってますよね。それぐらいもう本当にここ10年ぐらい、十何年で変わってきたと思います。本当に、ラストスパートのようにどんどんね。で、納豆のそのちょっと話はちょっと広がっちゃうんですけれども、遺伝子組み換えとか、納豆とかにこう遺伝子組み換えではないものとか書いてたじゃないですか。あれもなんか今曖昧な表記になっていますし、なんかどんどんね、成分表とかつけた意味ないじゃんっていうぐらい、あれもなんかこう、あ、これぐらい全部私は不透明に、あ、透明に公表してますよっていうような、なんかパフォーマンスをしているだけで、本当はたくさん隠れた添加物が入ってたりとかするので、本当にね、自分で判断できないと危ない世の中にはどんどんもっとなってきてると思います。昔もね、十分そうだったと思うんですけども、そうですね、気をつけないと。で、お水に関するいざこざが起きるということで、ウォーター
バトルみたいなのが起こるよっていうのはジョセフさんは去年から言ってるんですけども、特に今年は水、火、土というのがテーマになる年らしいんですね。でそれがテーマになるっていうと天変地異を思い描いてしまいがちですけれども、もしかしたらお水に関係する何かって言ったら、そのね、化学物質が混入してしまったりとか水不足になってしまう、それも環境のことなんですけども、水、あとはあれですね、土というと最近私なんだっけな、ダークウォーターという映画があるんですけども、ネットフリックスでこっちでは見れてるんですけど、ちょっとそっちでないかもしれないですね。友達に聞いたらそれがないっていうふうに言ってたので、ぜひともどっかでね、ダークウォーターっていう映画見ていただきたいです。マーク・ラファローさんという俳優さんで、奥さん役がアン・ハサウェイさんですね。本当にこれはね、今まだ日本人全然気づけてない人が多いと思うんですけども、内容はちょっとネタバレちょっとしちゃう、若干しちゃうかもしれないですけども、要はアメリカで起こったことで、これは本当に起きたことをベースにした映画になっております。はい、まず起こったのが、オハイオ州のシンシナティという町です。でシンシナティの大手の法律事務所に勤めていた弁護士のキャラクター、ロバート・ビロットという方が主役なんですけども、これがマーク、ラファロさんが演じているですね。で農場経営者の方が牛がすごい大量に死んでしまっているということを相談されたんですよ。でそのテナントの農場の近くには、そのフライパンを結構作っているデュボンっていう、会社の廃棄場があったんですね。その廃棄場では、川や土壌にデュボンの工場から出たその化学物質が大量にこう流されてしまっていたということを、そのロバートは知るんですよ。でそのフライパン、今テフロン加工とされている、ちょっと言ったらね、 YouTube バンされるか分かんないですけども、完全フッ素化されたその直結アルキルっていうのを、化合、まあ、ちょっと化学記号をよくね説明しても分からないと思うんですけども、私も分からないし、テフロンとかああいうフライパンってこうフッ素加工とかされてますよね。でフッ素だけではなくて、まず物質名が FPO、FPA とかそういうのがこうあるんですけど、それを使われてるんですよ。すごいなんか炭素がすごいくっついてて、もう体に入ったら全然消化できないみたいな、消化っていうか循環できない、本当に体に毒の化学物質 C8 っていうんですけども、それが流されていたと。でだからこそその牛が大量に病気になって死んでしまっていた。で後にその農場の方もがんとかになって死んじゃうんですけども、ただその環境汚染を認識しながら隠蔽していたんですよね、ルポン社っていうのが。でもこれちょっと大変言いにくいんですけども、ちょっとでもな、これな、でも映画になってるから映画の話なんですけども、日本のニュースでこれがね話題になっていたのがあるんですよ。2022年11月24日の NHK のニュースでもありますし、各地で検出有害化学物質 PFAS 各地で波紋広がるというのが特集組まれているんですね。ちゃんとやってますね NHK で。要するにこの有機フッ素化合してるのはその PFAS、 PFAS っていうのが含まれているんですね。それがそのフライパンの表面にあるからこそ、何、テフロンでくっつかないよ、焦げつかないよっていうのがで人気の商品になったわけですけれども、今でも日本では結構売られてますけれども、私はねもうテフロンは使ってないです。であと4月10日にも、PFAS の汚染全国マップというのを NHK は取り入れてますね。 NHK 偉いですね。ちょっと NHK の株が上がったんじゃないですか。でもこれをねちょっとね私今画面に載せてます。で結構関東関西やっぱりね人が
人口がいっぱいいる、そしてそういうところがね結構多いんですよ。で、一回体に入ると取り除くのがね何年もかかるんですってニュースで見たんですけど、ちょっと動画でねあるかどうかもわからないんですけど、動画でちょっと調べてみてください。もしかしたら私ブログで書ける機会があったらちょっと特集組んで書きたいと思うんですけども、すでにねお水もそうですし、地下水とか湧き水にも影響していますし、実際にこの PFAS が汚染してきてるんですよ、日本のお水に。ゆゆしき事態ですよね。で、土壌にも汚染されてます。なぜかというと、やっぱりそのお水を使って、井戸水とかね、農家、昔からある農家の人たちが使って作物を作るとですね、その PFAS は全部に行き渡っちゃうんですよ。土にもあるし、作物にもあるし、それを食べた人間にも行っちゃう。で、それで排尿したその汚水の方にも行っちゃう。だからどん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 その物質は分解されないので、ずっとそこにあるんですよね。で、最悪なのはその物質は人間にこう体内に入ると、そういうね、不治の病にかかってしまうということが実際起きてます。で、本当に汚染された地域の本当にこう検査して、あ、このお水やられてるなっていうところのお水をね使ったことのある住民は毎年検査しているそうです。ですけれども、やっぱり食べるのをやめても数値はねぐっとは下がらないんですよね。解毒ができないみたいなんですよ、なかなか難しいみたい で、実際にやっぱりこれは起きています。そのお米の国の軍の基地の近くっていうのも結構多いんですよ、こういうの流したりしてるらしいの で、それを何も報道しない、まあその NHK 報道しててすごいなと思うんですけども、民放のね全然なんで報道しないんだろうと思いますね。これ水って本当に致命的だと思うんですよ。で、しかも土にも行っちゃっていて、で、私そのニュース特集で見たんですけど、それ友達からね、日本に住んでいる友達から送ってきてもらっていて、その YouTube になっててちょっとね見てたんですけど、なんかそう代々ねこう受け継いできている自分のおじいちゃんおばあちゃん、そしてそのまたお母さんお父さんから受け継いでいて、受け継いだ農地、自分の畑がそれで汚染されてしまったから手放さなきゃいけない、もうそこで作物を作ることはできなくなってしまった、もうこの代で、私の代でこの土ともさよならしなければいけないっていう悲しそうなね本当におじいさんいて、もう本当に切なくなりましたね。やっぱ自然ってマジックのように一気にこうね掃除機みたいにシューシューってこう洗濯みたいにシャーシャーって綺麗にできるわけではなくて、やっぱり自然の流れがあって、自然以外のものにこう汚染されたらそれだけ時間がかかるわけですよね。で、そのおじいさんが生きてる間には元に戻らないというわけなんですよ。もう核みたいなもんですよね、全然こう分解されないという。なので本当にこれは切実な問題だと思いますので、もうすでにこれはお水の問題、土の問題っていうのは私は起きてると思ってますので、皆さんどうお考えになりますでしょうか。ちょっとね今お話がずれて長くなってしまったんですけれども、今回は以上になります。はい、106は以上になりましたに、その4まででした。はい、いかがだったでしょうか。実はねこの11月8日の回は107話にまで続いてます。すごい長いんです。お楽しみにしていてください。今回の動画いかがだったでしょうか。いいなって思っていただけましたら、グッドボタンでサポートの方よろしくお願いいたします。で、また、またこの続きも見ていきたいよ、過去の動画を見たいよという方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。一生懸命動画一人で作ってますけれども、一人でも多くの人が何かしら1ミリでも気づきがね、あって受け取ってくれて、自分なりに考えて、全然別の考え方でもいいですし、何かそういった考察の糧になれば私はすごく嬉しいです。で、私がお伝えしていることもジョセフさんの予言も答えでは
ないです。ここで終点ではない、これがきっかけになるように私は願っておりますので、皆さんこれをきっかけに自由に考えて直感をフル活用して過ごしてみてください。それでは Thank you very much for watching. Thank you very much for listening. Tinkers Channel でした。 See you next time. Bye bye. Much love.